皆さん、こんにちは。いつも動画をご視聴いただきまして、本当にありがとうございます。この2週間、大変株価大暴落で厳しかったですね。皆さん大丈夫でしょうか。はい。えー、今日は日本とアメリカ、ちょっと個別銘柄ではなくて、指数についてお伝えしていきたいと思います。えー、ぜひですね、窓埋めとか、エリオット波動とか、黄金比黄金分割とか、 この3つはですね、資産運用のチャートを分析するときには必須なので、しっかりと理解をされていただけるといいと思いますね。そのうちのエリオット波動なんですが、3回上がって2回下がる。大きく。で、スタートから終わりまで30年から40年ぐらいかかったりすると。その途中に3回上がって2回下がったり、ちっちゃい波があると。第1波。 じわじわ第2波第1波の大半を打ち消す第3波最も強く長い第4波高値持ち合い第5波かなりのスピードと勢いを持ったバブル的な急騰、ね、で二等辺三角形のように必ず戻ってくる、はい、これがエリオット波動になります。で 一つ目、エリオットハドワドで出てきますが、まずは日経平均の1年間ですが、前回2週間前の YouTube でお話をしましたが、ここに窓が開いていますよね。窓は加熱してるっていうことで、売買がないっていうことを意味してますが、これ必ず埋めますよと。窓埋めしますよと。窓埋めするってことは、加熱した後、必ず この位置まで戻ってくるっていうことを意味しています。もっともっと加熱していくので、もっと上がった後に必ずここまで戻ってくる。ということは、例えば4万円前後とかで、これは下がる方にかけないといけない。かけるっていうか、その下がるってことを予測しないといけないわけですね。3万4千円ぐらいにはどこかで必ず戻ってくるっていうことを予測しないといけませんよっていうのを2週間前。 一ヶ月前、二ヶ月前、散々こうお話をしているわけです。で、今回、まあ見事にここまで戻り、で、さらに、ふもとに戻っていくんですね。まあふもとって大体このゾーンなので、まあ見事にふもとまで戻った。教科書的ですね。教科書的。ね。だからこういうのを知ってらっしゃるか知ってらっしゃらないかだけなので、一、エリオット波動。 2窓埋め3黄金分割とかねこの辺ぜひ基礎的なとこなのでご理解いただけるといいんじゃないでしょうか。でどのぐらいまで戻りそうかっていうと42,426円から31,156円まで下がった黄金分割1対1.6181対1.618の長方形が一番安定しているので。 61.8%戻るか100から61.8を引いた38.2%戻るかまあ半分戻るか半年戻りこれ3つぐらいなんですねそうするとまあ1万1300円ぐらいですか下がったものがまずは38.2%戻ると3万5461円昨日3万5二2 5円なので まあ今大体この辺にも来てるんですね。半値戻りだと36,800円前後ぐらい。まあこの辺でしょうか。はい。なので、うん、あの、どん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 下がるっていうふうには今は思えないんですが、もうちょっとこうね、えー、バランスを取るための買いが入ったりして、えー、戻っていくと思いますが、まあまあこういうあたりが一つの目安と考えていただけるといいと思います。 2つ目、えー、日経平均を10年間で見た場合も、えー、前回前々回その前の YouTube でも散々お話をしてますが大底エリオット波動第1波第2波第3波、えー、ここ高値持ち合いみたいでここ急騰ですよね。で42,426円までいったものは今度は一目均衡表の この雲の,この上限っていうんですかね、ここまで戻ると思いますよと、2万8千円台ぐらいに戻ると思いますよと、前からお話をして、で今回3万1千円、100円台ぐらいまで戻っているわけですね。なので、1回、2回、3回上げて、1回、2回っていう形で、この雲に近づいてくると思います。なので、えー、まあ、ダーン なんと、なんと、リバウンド。ンてリバウンドして、やれやれになって、また次の展開に来ますので。まあ、三万6千円、7千円近辺ぐらいはですね。ちょっと一回、あの、やれやれの売りになってくるんじゃないかなと、まあ、そんな風に考えております。はい、例えば、東京エレクトロンは。日経平均第二の銘柄ですが、これも。 3月、4月ぐらいからずっと申し上げてますよね。大底、第1波、はい、4倍ぐらい、半分になって、はい、第2波、6.7倍になって、また半分になって、第3波、急騰して、4倍になって、はい、半分になっていきますよ、みたいな話をしましたが、まあ、見事に、えー、まあ、半分までいってませんけど、46%安になってます。我々は3万8000円以上で、売り、 可能な方は空売りして今大変まあ利益を得ていただいている。そんな感じでしょうか。これもね、エリオット波動をまあ知ってて、で、この一目均衡表の雲を知っていれば、大体ここから離れすぎるとくっつく。離れすぎるとくっつこうとするっていうだけですね。まあ一万円台後半ぐらいまでまあぶれながら戻ってくると思います。さあ一方の えー、皆さん大変お持ちになっている方が多い S&P500 の方なんですが S&P の方も、えー、トップの7名柄マグニフィセントセブンなんて言いますが結構ガーンと1回来て今ちょっとこうリバウンドしている最中なんですが2年間の指数を見るとかなり離れましたね我々日本人が今年1月から新しいニーサでバンバン買ってったので 追随外で上がっていった部分がありますねで、これは4800円前後ぐらいのまあ、まずは雲に接近しようとすると思います、えー、どうですかね私としてはですねあの3つパターンがあるんですけどえお持ちになっている方積み立てている方 S&P500 の等身とか で今から3つこういうのがいいんじゃないですか対処の仕方はと思うんですがまずは2年間で見るとこの辺まで戻ってくるっていう前提で動いていただきもう1個最近ね金融機関の方々とか一般の投資家の方々でやっぱ30代の方を中心30代男性の方を中心にサンドン5 0 0ばっかり買ってますよとね えー、401K もサンド P500 またはオルカンみたいなものですよと自分の個人金融産ほとんどサンド P500 とオールカンばっかりですよなんて言って、えー、自慢張って胸張ってらっしゃる方いますがいやいやいやそれって40年ぐらいの長いタームでご覧になって今どの位置をお買いになってるか分かりますかねと今そんなの見てませんよなんておっしゃるのでこういうのをお見せするとね 「いやここですよとそうですよ」と「今年、えー、お正月からお買いになってるのはここで今まだここしか動いてませんが我々はこういうところで買った方がいいよ」と「78年散々お買いになった方がいいよ」ってお話して今はもうしっかり着地した方がいいですよってお話ししてるんですがっていうと。 結構愕然とされますよ、ね、はい、えー、ここがね Windows95 で1995から95年から500ポイントから3倍になって半分になったでまたリーマンショックで6割ぐらい下がったでここから大底ではい第1波第2波今第3波が終わろうとしてるところですね。 私は三段上げが終了したんじゃないかと思ってます。そうすると、第一波下げるのは、まず3491まで、こう下がってくると思います。で、戻りながら、第二波は2191の方へ戻ってくると思います。赤い線、止まればいいんですけどね。今、ここです。ぜひ、かなり業績面で割高です。 で、大統領が今後、今度変わられて、方針が変わるかもしれません。ね。あとは、アメリカ借金がかなり危ない状態です。かなり多いです。今、5200兆円前後ぐらい。ここからトランプさんになったりすると、また2000兆円ぐらい増えたりします。格下げになっていく可能性が高いと思いますね。ぜひ、こういうのを全部踏まえた上で、1。 あの積み立ててる方は15年ぐらいこれからも積み立てられる意欲と、えー、気概がある方は積み立てていただけるといいですが3年ぐらい経ってこう下がってきた時に「もういい」と「もうやめる」って言ってぶん投げそうな方は今のうちにやめといた方がいいです。それが1。2この辺で この辺でお買いになった方、こうやってずっとお買いになった方、2年前、4、5年前、7、8年前、こうやってお買いになっている方は、しっかりと利益を確保した方がいいです。それが2。最後3。それは、ここ半年ぐらいでお買いになった方、NISA でお買いになった方、まとめではある程度お買いになった方、ね、お見えになると思います。積み立てはさっき言いました。ここ半年ぐらい、お正月明けから、 1>, 1月2、3、4、5、6みたいなところでお買いになった方はよくお考えになっていただいて一旦きっちり止めるか終わらせるかねずーっともう持つつもりで持つかまたは一旦今のものを売却せずに持つとしても下がった時に買うためのお金を用意するかね今年 上半期にお買いになった方は、もう一回ちょっとよく考えてみてください。ね、ある程度まとめてお買いになっている方、ね、ぜひもう一回お考えになった方がいいです。もう一回言います。1、積み立ての方は、長く積み立てるお考えがあるなら、ぜひ続けてください。だけど、3年ぐらい経って、3分の1、ね、半分ぐらいになっちゃった時に、もうやめると思う方は、今やめた方がいいです。 2番目3番目の方もぜひお考えになってみてください。はいえー、もっと詳しい内容について「まぐまぐほら口」では2時間でお話をしておりますのでぜひ、えー、一度覗いていただけるといいんじゃないでしょうか。どうぞ引き続きご視聴のほどよろしくお願いします。